そうよね、それが正しい感覚よね。その男の子にモラルがないのよね。ねね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 ねはあ、なんすかそのクソ女。クソオブクソじゃないですか。なんですから、男の人は責任取って告白の一つでもしてくるべきです。そうよね、あまりにも無責任よね。ねねねうるせえバーカ。お互い謝ったんですよね。これに失敗すれば灰色の夏休み。ない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 現実、それが現実なのである。言えるわけない。本当は少しくらい何かしてほしかったなんて。ごめんなさい、そんなに私に魅力がないのかなって。そんなくだらないことで怒ってるなんて言えるわけないじゃない。そこだが、かぐやと藤原の付き合いは長く、藤原が思い通りに動くなどまずないことも理解している。言えない。え？ならばこその無、祈りを込めた無の心。呼吸楽しい。ダメだ、篠宮に覇気を一切感じない。